皆さん、こんばんは。アリナちゃんです。アリナ事務所のようこそ。そして、今回は、皆さんのリクエストを一緒にチェックしてましょう。もう一つ、ビーズの曲、ウルトラソウル。そして、まあ皆さんコメントで、ビーズのどんな曲でもすごくいい。でも実は、まあ私は一つの曲しか聴いてなかった。だから、そして恋心をめちゃくちゃ好きになったから、なんか、他の曲と同じぐらい好きになってるチャンスをなかなか得ないと思うんですけど、個人的に。でも、これから、よければ皆さんと一緒にぜひビズの曲もチェックして続きましょう。だから3、2、1、GO! なんかお客さん本当にすごく楽しそう。どんな曲かな？どんな曲かな？わー、やばい。すごい人。それ毎回？ライブこんなにくらい大きい？いやー、本当のことみたい。皆さん私に言ってました。ビズのライブ、ジムライブという名前はあるんですけど、なぜならいつもこのライブお客さんにとって運動みたい。いいね。本当ならいい。おお、ギターソロ来たでしょ。やばい。
この曲のモードは、まあ、恋心ずいぶん違うですけど、雰囲気もめちゃくちゃいい。Hey! やー、終わり。早。あー、なんか、何か言いたかった、忘れてた。なんかそんなに急に終わった。あまあ、この曲もすごくいい。でも、私にとってまだ恋心一番好きな曲。まあ、これからどうになるか知らないですけど。皆さんのリクエストをチェックして続きます。だから他のビズのリアクションぜひ待ってくださいね。やっぱり雰囲気本当にすごい、なんか多分まあ初めて見るの人、私と同じぐらい前に恋心を見たときに、まあもしかして私のビズの最初のリアクション、この曲だったなら、まあ、もしかして恋心の同じぐらい好きにならなかったですけど、この二人のオーラ、めちゃくちゃなんか、なんか、とんでもない。すごい。なんか、本当のアーティストなオーラだから、どの人でも、めちゃくちゃなんか、テンション上がるになると思います。じゃあ、とにかく皆さんのコメント待ってます。リクエストももちろん待ってます。アリナちゃんでした。このリアクションよかったら、グッドボタンも、シェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。